じゃパクリ系 YouTuber 代表、ポッコ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 、ポコチン TV です。というわけで今日はコミュニケーションテクニックを解説していきます。コミュニケーションってね、難しいですよね。特に初対面のコミュニケーション。よく知らない人とか初対面の人にね、いかにして自分に興味を持ってもらうか。あと特にマジックやる際なんかそうですよね。よく知らない人にいきなりトランプ広げて、ちょっとマジック見てくださいって言ったら、なんだこいつみたいになっちゃうんで、最初にね、いかに自分に興味を持ってもらうか大事なんですよ。興味を持ってもらって、相手が受け入れ体制になった状態でマジックを見せるから、より効果が上がります。キャバクラとかでもそうです。たわいもないね、会社の上司のね、愚痴ばっか言ってもね、まあ女の子はね、仕事だからね、持ち上げてくれますけど、それじゃあかんです。女の子ちょっとでもね、楽しませてあげないとね。そこでね、やっぱ笑いというかね、トークスキルが大事ですよね。変な空気になったりした時とか、初対面で、あいどうもこんにちは、つってね、なんか一発ね、なんかかましてあげなきゃダメなんですよ。そこでね、こんなシチュエーションございますね。あ、どうもはじめまして。ちなみに、どこ出身ですか？茨城？茨城ってそれ、どこ茨城どこ？ちょっと指さしてもらう。どこ茨城？茨城どこ？どこだ？はい、というわけですね。わかりましたでしょうか。まあ、どこの言われてもね、これ出せばいいだけですね。これを出す。どこ出身ですか？これを出せばいいですね。わかりましたよ。爆笑はね、なかなか取れないです。爆笑はね、狙いに行っても、初対面のよく知らない人に爆笑なんか狙いに行くもんじゃないですから。小笑いとか、こいつなんだこいつとか言ってね。で、ポカンとする人もいますよ。中にはいます。これ僕毎回やってましたから。中にはね、え？みたいな感じになるんですけど、あ、滑っちゃったみたいになるとね、まあ、滑り笑いね、失笑。あと、こいつなんだか面白そうだなと思ってもらえば、そこで十分なんです。だから何、え、それどこ？どの辺ちょっと指さしてもらっていい？みたいな感じで、やれば、うわ、なんだこの人、面白とか言って、その後ね、なんか自分に興味を持ってもらったら、その後なんかいろいろ繋げてね、ギャグをいっぱいやってみるとか、マジックやってみるとか、それでね、だんだん掴めると思うわけでございます。いますよね、芸能人の、お笑い芸人の方が、マダガスカルさん、それ、ここみたいな感じでね、やってると、まあ似たようなものっちゃ似たようなものですね。あの人は大きいやつ持ってますよね。大きいやつでももちろんいいと思います。ただ雨の日とかね、大変ですよ。大きいの雨の日はやっぱり大変ですので、こういったちっちゃいのね、あるといいと思います。で、どこで買ったのっていうと、ちょっと昔なんであまり覚えてないですけど、文房具屋さんに売ってました。とある文房具屋さんに、こういったものね、売ってました。全く同じじゃなくても、ミニチュアの地球儀あればね、こう持ってて、どこ出身ですか？愛知県。愛知県でどの辺になりますかね？それちょっと教えていただけると、みたいな感じでね。なんだこいつ面白いやんけとかね。なんだこいつってなってね。なんだこいつでいいんです。なんだこいつってね。なんだこいつ、その上司の愚痴をだらだら言ってるよりはね、なんか面白そうだなって思ってもらう方がね、絶対モテるしね、あ、この人ともっと喋ってみたいなと思うわけでございますね。まあこれ有名なギャグでね、私アメリカの方が最初にやってるのを見たんですけれども、いろんな方がね、やってて、ちょっと誰が最初に考えたかはわかりません。マジック中に使いますよね、マジック中に。今日どっから来たんですか？愛知県ってそれどこですか？みたいな感じでね。え、それどこですかってやるとね、小笑いがね、取れると思います。爆笑はね、取る必要ないです。逆にね、爆笑ばっか取ってたらね、この人なんか、面白すぎて、近づきがたいみたいな感じになる。こいつバカだなぐらいの方がね、女の子ね、近寄ってきやすいです。例えばキャバクラでね、まあね、ずっとぐちぐち言ってね、女の子、お姉様方はね、我々を楽しませる仕事ではあるんですが、逆にね、我々が女性を楽しませて、このテーブルから離れたくないと思わせてしまえばね、こっちのもんじゃないかなと思います。ぜひね、誰かね、見てる一人だけでもね、ためになる方がいればと思います。以上、ポコチン TV でした。